美濃での一戦を経て信長の非凡な才を見抜いた道さんは尾張へ使者を派遣して和睦と縁談を持ちかけてきた。縁談の当事者は織田信長と濃姫と呼ばれる斎藤道さんの娘貴重だった。織田家中には道さんの突然の提案をいぶかしむ声も少なくなかったが、信長は尾張にとって有益と判断。こうして両家は不戦の盟約を結ぶこととなり、その数ヶ月後、祝言のため信長は美濃へ招かれた。宴は和やかな雰囲気で進行したが、その水面下では何者かによる不穏な思惑がうごめいていた。稲葉山動乱。全く想像し、そう言うな。祝いの席だ。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。光秀。うつけがもう一人。俺のやり方見せてやろう。祝いの席でかような狼藉を許すとは。信長殿、主道さんに代わり詫びさせてくれ。詫びなど後にしたらどうだ。見ろ、新たな狼藉者が湧いて出てきたぞ。チッ、切り抜けて屋敷の外へ出るほかなさそうだ。案内する、ついてきてくれ。良いのか。この襲撃仕組んだのはおそらく。構うものか。大事な客人に傷を負わせては美濃斎藤家の名が地に落ちる。忠義ゆえに背くか。よかろう、宴は終わりだ。任せたぞ光秀。黒のネズミ、それもまた一興。光秀、機長、
生きてこの屋敷を脱するぞ。この混乱の背中でこうも不敵に M とは。ああ、俺も力になろう。今はうつけについていくしかないよ。信長は殺しても死なぬ。相手が悪かったな。開門。好機だ。あの廊下から外へと抜けよう。信長殿と姫様を無事に尾張へ送り届けねば。そのために俺も倒れるわけにはいかない。残念だったな。お前たちはここでしまいだ。次から次へと湧いてくるな。さっさと突破するぞ。開門。俺をうつけと侮ったか。力及ばずか。おい、奴らを決して逃がすな。道を開けなさいと言っても無駄のように。刺客を呼び込んでいる奴がいるようだ。そいつを撃たねば機長は動けんな。我らの存在を看破できぬとは。うつけはやはりうつけのようだ。開門。伏兵を用いた攻撃か。姫様が危険だ。急ぎ状況を打開せねば。機長様はあくまで餌に過ぎ。まんまとかかったな、このうつけめ。つけと侮ったか。かなう相手ではなかったか。信長殿の勇姿が俺を強くする。これでよし、行くぞ機長。私など捨ておけばいいもの。つけども想像以上にやりおる。行け皆の衆、奴らを必ず倒すのだ。開門。期せずして進路が開けたようだ。奴らを倒して進めのみ。なし、入れ。悪運の強いやつね。だがそれもここまでよ。信長だ、この座敷からは先に進めない。敵将を倒したところで八方塞がりだ。そう焦るな、俺を信じろ光秀。まずは共にこの場を乗り切るぞ。我らを退けようと何も変わらんぞ。ここは屋敷の最奥部、どこにも行けぬわ。俺を見くびるなよ。
この手の座敷は大抵。やはりな、からくりを見つけたぞ。開門。口が開けた。なぜこのからくりがあると。武家屋敷では珍しくもあるまい。用心深い主ならなおのことな。兄上、よくぞご無事で。ここからは私も共に参ります。中庭の敵は斎藤俊光が率いています。奴を倒さねば増援は止まないでしょう。俊光が、ならば俺が止めねば。お前、明智の家臣だろう。この行いが主の怒りを買うとは想像できなかったか。少子、それらしは殿のお考えを見通せぬわけなかろう。だが家中での殿のお立場を思えば、ここで家元義達様に背くわけにはいかぬ。なるほど、思慮深い家臣を持ってな、光秀。指令の段、平にご容赦あれ。これにてごめんつかまつる。開門。ちんたらしている暇はない。さっさとこの屋敷を抜けるぞ。かかった。襖を閉じよう。ここで奴らを打ち果たすぞ。平門、壊してくれ。開門。手を返し、出口までは間もなくだ。駆け抜けるぞ。この気配、茶の間の方からか。用心するに越したことはないが。この俺を止めようとて無駄よ。使ったか。義達様のためにもここでうつけをほふらねば。強撃ならずか。俺をうつけと侮ったか。おい機長、あまりほうけているなよ。うつけと見まがい、切られても知らんぞ。この状況で私を気遣うなんて、のんきなものね。この信長こそが天下の総よ。
残念だったな信長、お前はその義辰様がぶっ倒す。邪魔をするな。壊してくれる。ようやく元凶のお出ましかい。祝宴を台無しにしたムズい。受けてみる。勝利条件変更。お前のようなうつけに卑怯はやるね。この美濃の力とっさと立ち去れ。卑怯を言い訳に使うな。俺が目障りならば堂々と殺しに来い。おい、ドメはまだか。姫の目しくじったんじゃねえだろうな。つけやがるなよ、うつけ。俺はお前を決して認めねえ。よし、ここまで来ればなんとかなろう。光秀、助力感謝する。感謝など、むしろ比例を詫びさせてほしい。斎藤家中の者として恥じるばかりだ。戻るか、光秀。共に尾張に来てもよいのだぞ。主家に背いては帰りづらかろう。いや、この身一つで逃げ出しては残された一族や家臣が咎めを受ける。それにこたびの不始末は道三様が自ら指図したわけではない。堂々と帰るまでだ。姫様、晴れやかなはずの腰入れがこのような次第となり申し訳ありません。義辰に伝えておきなさい。本当のうつけはあなただって。この状況に眉一つ動かさぬとは、さすが我が妻だ。ではな、光秀、いずれまた会うこともあろう。信長殿、どうぞ達者で。先の不祥事、義辰の指図であったことは明白。道三殿がそれを知らぬ道理はねえと思いますがね。やはり斎藤家など信ずるに至る相手とは思えない。そのこと兄上はどうお考えなのか。心配しなくても信長様はちゃんと考えてるってと思うぜ。どうだかな、信長様も油断してと美濃から来た奥方に寝首をかかれるんじゃねえのか。勝家、それは言い過ぎだ。言葉を慎め。すみません、失言でしたな。